戦闘が激化する中、アメリカのワシントン・ポストは18日、イスラエルとハマスが5日間の戦闘停止と引き換えに、ガザで拘束されている数十人を解放するとした交渉が合意に近づいていると伝えました交渉中の文書によりますと、女性や子どもの人質50人以上を24時間ごとに順次解放することと引き換えに。 少なくとも5日間は戦闘を控えることを求めていますアメリカが仲介し早ければ数日以内に解放が始まる可能性がありますこの報道に対しホワイトハウスの報道官はまだ合意には達していないが努力を続けるとしています